はい、皆さんお疲れ様です。今回は現環境のテンプレ構成3つのご紹介動画です。現環境のテンプレ構成として今回はウォリアー級アサシン6ビースト6を紹介していきます。今回も必要最低限の情報に絞っていたので、厳密に言うと細かい部分、少し省略している部分もあります。気になっているところとかがあればコメントやあとオートチェッツ日本コミュニティの方でご質問いただければと思います。現環境のおさらいです。今はアップデート後と少し変化はあったものの、弱い構成、強い構成っていうのが特別あるわけではなく、バランスが取れてるかなと思っています。なので卓にいろんな構成が入り混じってるような環境で、個人的な好みとしてはウィザード4構成が好きにはなるんですけども、卓の状況とか見て、あとは作りやすさで今回の構成をピックアップしています。最新のアップデ内容と新環境の考察については前回の動画でお話ししているので、よかったらそちらをご覧ください。まずはウォリアー級です。ウォリアー級はよく卓にいる構成に対して有利も取りやすいということでピックアップしてみました。構成難易度も低めなので、もしまだチャレンジしたことがないという方とか、構成をまだ覚えきれてないという方とかは、まずはウォリアー級からあと遊んでみるっていうのも一つの手かなと思います。アイテムによってはビーストに負けてしまうところもあるんですけども、人気のアサシンに対するメタ構成として選択できる立ち位置かなと思います。今はスピリットが効きやすい構成、アサシンとかナイトとかビーストを使ってる人が多くなっているので、前回の構成のテンプレ表よりも少し変更を加えて、戦神よりも岩のスピリットの方が優先度が高いかなと思ったので少し変更を加えています。アイテムももしキラの恨みが作れた場合はアルキミストを自由枠に追加してキラを発動させるような感じになります。で今回岩のスピリットの優先度を少し上げたので配置値の方も少し変更を加えています。次がビースト6です。ビースト6は一度アップデートで情報修正も入ってる構成で、スペースウォーカーがいない時でも卓によってはビーストが良かったりすることもあります。あとはインセクト移行がしやすかったり、赤キスの剣士がエースとしても優秀なのでポイントが高いというところで今回入れ込みました。今までは結構スペースウォーカーとか赤キツネの剣士に頼ってる部分とかあったんですけども、ビーストのシナジー自体も強化されているので、以前よりかは選択される方も増えたのかなと思います。こちらのビースト6もキラの恨みが作れた場合はアルキミストを自由枠に入れてキラを発動させてしまうのがいいかなと思います。基本的な立ち回りは大きく変わっていないと思います。次がアサシン6です。アサシン6は交番のアサシンがいるときにおすすめの構成です。今はいろんな構成が特に入り混じってたりとかするので、アサシン6ってシナジー付け替えがしやすいっていうところが、いいところかなと思っていて、卓にナイト、オリア、ビーストがいるときはスピリットをつけれますし、明治系の構成が多いようであればマリオンつけやすかったり、インセクト移行もしやすいのが評価のポイントとなっております。今回は現環境にあった構成員とかを整理した表に変えてみました、確定枠としては交番のアサシン、赤キツネの剣士、トゲの密漁者、不死の強行、魔毒の芋虫を確定枠とし、あとはアサシン3コマと自由枠になります。選択アサシン枠としてはまずはソウルテイカーがありますが、こちらは序盤のつなぎくらいで使うのがいいかなと思っています。あとはほとんどシナジー要因になっていきます。ハンチェイサー侍が本要員、深海の歩行者がマリン、水のスピリットがスピリット、あとは毒竜とかはエース止めるのに優秀なスキルを持っているのでエースが強い時とかに使ってみたり、地名の暗殺者とか以前のイメージとかだとエースにしてたりするイメージもあるんですけども、特別集まりが良くない場合以外は集めなくていいかなと思っています。砂漠の主はインセクト要因で使ってたりします。芸能女王は単純にアサシンで使うのも強い駒になるので、選択枠として取り上げています。自由枠としてはそのシナジーを出したいものやデストロイヤー、あとは主演の審判者をこちらに取り上げています。マスレベル帯はレベル9、完成ラウンド21ラウンドで変わりありません。
あとはあとキラの恨みがもしこちらのアサシン6でも作れた場合はアルキミスト自由枠に追加していくのがいいと思います。まあ、以前と強いところ弱いところも変わっていないんですけども、追記したところとしては相手のメタシナジーを発動しやすいっていうところを追加してみました。また毎週金曜日はあと音地杯っていう公式公認大会を開催しております。2月開催会からはあと対象大会だと64人参加で優勝賞品が増える大会も実施しておりますので、よかったら皆さんご参加をお願いいたします。またあと日本オートチェスディスコードコミュニティというものもと引き続き運営しております。よかったらあとこちらもと質問とか交流が活発になってきたかなって思ったので、よかったらこちらもご入室をお願いいたします。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。